半世紀生きたもう働きたくないピロヤンです。おはようございます。2月27日朝10時です。いや、今日も一日よろしくお願いします。朝飯食べます。スブアンデニッシュっていうやつ、コンビニで買ってきました。いただきます。金閣寺行ってきました。金閣寺行ったんは、いつ以来やろ、小学生とか小学低学年の時ぐらい以来やから、もう40年ぶりぐらいちゃんと行ったんですよね。思い出は美化されるんですけど、なんか40年ぶりぐらいに見た金閣寺はすごい金ピカで綺麗かったですね。なんかね、ちょっと観光案内あんまちゃんと聞いてなかったんですけど、昭和に一回張り替えをやったとかね、それで綺麗なんすかね。すごい金ピカですごい綺麗かったっすわ。はい。で、一応参拝料というか、入場料400円かかりました。で、どうしようか、 YouTube にあげるのはちょっと有料のとこなんで、ちょっと控えておきます。なんだ、商業目的の撮影禁止とか、まあ、看板あったんですけど、 YouTube はどうなのって感じなんですか。まあ、入場料払ってならない施設なんで、一応ちょっと公開は控えさせてもらいます。じゃあちょっと飯します。寿司か、回転寿司屋さんなんですけど、2200円使いました。何皿やったっけな、なんか10皿や10、
90円の皿が8皿で、で150円か、皿4枚か、で12皿さ、なんかね、回転寿司行っちゃうとバンバン食っちゃうよね。なんか食べ過ぎ、デザートも食べたし、ビールも飲んだしね、満足満足。はい、じゃあ次はあそこ、どこやだっけ、北野天満宮だっけ、あれ北野天満宮で乗ってたっけ。まあ、とりあえず行きまーす。ここは北野神社から通って北野天満宮行けるんだ。ここに行きますわ。よいしょ。これは何の木やろ。桜の木かな。葉っぱも芽も何も、花も何もついてねえや。台風で本殿が潰れたみたいですね。こうなったら18年の台風21号で、全壊してもらったかな。募金集めてますね。ここですね、北野天満宮。入ってない、ね。梅が咲いてますね。はい、北野天満宮から出てきました。じゃあランデン乗って帰りますかね。じゃあ帰ります。今日の晩ご飯、インスタントラーメンにします。
野菜はあのコンビニで買った冷凍野菜です。焼きそばで使ってたやつと同じです。これレンジかけます。はい、今日の晩ご飯味噌ラーメンです。ではいただきます。あったかいわ、味噌汁。味噌汁じゃねえ、味噌ラーメン。はい、今日27日の支出は2600円です。はい、金閣寺って入場料、400円。あと、回転寿司でお昼ご飯食べて、これが2200円。合計2600円です。預金残高686万1932円です。はい、うん、金閣寺、うん、金が綺麗やった。なんでそれ。動画ご視聴いただきありがとうございます。ピラヤンでした。ではまた明日。